マーケット港の鉄鉱石不当マーケットはアメリカ合衆国ミシュガン州のアッパー半島中北部に位置する都市。人口は19,661人。2005年の推計では27,14人とやや増加している。同市はマーケット軍の軍庁所在地である。また同市はアッパー半島最大の都市である。かつては 鉄鉱石の工業の中心地及び石子鉱として栄えた。現在でも周辺のいくつかの鉄山は細々と創業を続けており、マーケット工はスペリオルコの主要な港湾の一つである。しかし、現在では工業都市、港湾都市としてよりも夏の涼しさと周辺の自然環境を生かした避暑地、観光地として賑わいを見せている。また、マーケットは、 アッパー半島の文化の中心地でもある。市の中心部には、北ガン大学がキャンパスを構え、歴史的な建築物が並び、複数の博物館、美術館が建っている。マーケット、1864年。マーケットは、アモス・ハーローとハーローが所属していた探検隊の隊長であった、ピーター・ホワイトによって設立された。当初は、ハーローの出身地である。 ボストン郊外の都市、マサチューセッツ州ウースターにちなんでウースターと名付けられた。その後、市はフランスの宣教師であり、探検家でもあったジャック・マルケットにちなんでマーケットと改名された。やがてマーケットは近隣の鉄山で採掘されるヘマタイトや鉄鉱石の積み出し港として成長していった。1920年代までは鉄鉱石の工業の中心地、また、 公安都市として栄えたマーケットであったが、その後工業は次第に下火となっていった。しかし、第二次世界大戦が終わり、東西冷戦時代に入ると、マーケットには重要な空軍基地が置かれた。同基地には B-52H 爆撃機や KC-135 級油機、輸送機が配置された。ソ連が崩壊し、 冷戦時代に幕が下ろされた後、1995年に同基地は閉鎖され、高理由のソーヤー国際空港として開港した。同空港には現在、ミネアポリスセントポール国際空港や、デトロイトメトロポリタンウェインカウンティ空港からの、ノースウェスト航空の定型便や、シカゴヘア国際空港からのアメリカン航空の定型便、ミルウォーギーのゼネラル・ミッチェル国際空港からの、 ミッドウェスト航空の定型便が発着し、マーケットのみならず、アッパー半島の玄関口としての役割を果たしている。前世紀のマーケットの街並み、1909年。一方、マーケット周辺の鉄山では、現在も細々と創業が続けられている。しかし、かつてのような工業都市、港湾都市としてよりは、夏の涼しさと自然環境、市内に立ち並ぶ。 歴史的建築物などを生かし、秘書地、観光地として賑わっているのが現状である。2004年の大統領選においては、ジョージ・ワーカー・ブッシュがマーケットで選挙活動を行った。アッパー半島に現職のアメリカ合衆国大統領が訪れるのは1911年のウィリアム・タフト以来93年ぶりのことであった。2 0 0年から2007年にかけて、小説家、 タイラー・ティチェラーは1849年から1999年までのマーケットの歴史を描いた三部作、アイアン・パイオニアーズ・ザ・クイーン・シティ・スペリオル・ヘリテージを発表した。マーケットの1マーケットは、北緯46度32分47秒整形87度24分24秒、北緯46.54639度整形87.40667度。 46.54639-87.40667に位置している。同市はアッパー半島中北部に位置している。市の東側と北側にはスペリオル湖の水面が広がっている。市はロアー半島にある州の主要都市よりもウィスコンシン州に近くグリーンウェイへは南へ約2 8 0トルミルウォーキーへは南へ約4 7 0トルで、 ある。また、ウィスコンシン州を隔てたミネソタ州ダルースへは西へ約4 0 0トルシカゴへは南へ約6 1 0トルで、州内のランシングやデトロイトよりも近い。アッパー半島の東端、カナダとの国境に位置するスーセントマリーへは東へ約2 7 0トルである。アメリカ合衆国統計局によると、マーケット市は総面積5 0 2キロ平方メートルで、 ある。このうち2 9 6トルが陸地で2 0 6トルが水域である。総面積の41.09%が水域となっている。マーケットの市街地は南北方向、東西方向ともに4トル程度の範囲内に収まっている。アッパー半島を縦断し、ウィスコンシン州のミシガン湖岸へと抜ける国道41号線は、 西方向からマーケットのダウンタウンを通り、スペリオル湖に沿って南東方向へと走っている。マーケットのダウンタウンにはビジネス街が形成されているほか、歴史的な建造物が並び、各種ショップやアートギャラリー、博物館、美術館、レストランが立ち並んでいる。ワシントンストリート、フロントストリート、サードストリートの並軌道にはベンチが至るところに設置され、 ダウンタウンの北側はザビレッジと呼ばれる地区で北ミシガン大学がキャンパスを構え、同学の学生や教職員が多く住む住民の多様性に富んだ地域となっている。ダウンタウンの南側のシラスヒルズ地区はマーケットの高級住宅街でシラスパークをはじめとする公園が多数あるほか、マーケット周辺の多くのハイキングコースの起点ともなっている。 しかし近年では高所得者層はビショップウッズ地区に移りつつある。マーケットの気候は短く涼しい夏と長く寒さの厳しい冬に特徴づけられる。またマーケットは全米有数の豪雪地帯として知られ、豪雪量は年間約330センチメートル、最も多い月で月間70センチメートルに迫る。 スペリオル湖を越える最中に湿度を増す冬の北寄りの風が風下に位置するマーケットほかアッパー半島の北岸に大雪を降らせるのである。これはシベリアからの季節風が日本海を越える最中に湿気を増し日本の北陸地方に大雪を降らせるのに似ている。また同様のメカニズムで大雪が降りやすい五大湖周辺の都市としてはエリー湖岸のオハイオ州。 クリーブランドやニューヨーク州バッファローなどが挙げられる。マーケットの市内には大小いくつもの公園がある。その中でも最も名の知れた公園は市の北側に位置し、スペリオル湖に突き出すプレスクアイルパークである。131万平方メートルに及ぶ園内のほとんどは森林で占められている。園内には野外劇場、見晴らし台、マリーナ、売店、 ピクニックテーブル、バーベキュー場、冬にはクロスカントリースキーのコースにもなる遊歩道などの施設がある。また、ムースウッド自然センターも園内に立っている。スペリオル湖に突き出る岬に立つアメリカ沿岸警備隊の東大スペリオル湖岸にはサウスビーチパークとマッカーティーズーブという2カ所のビーチがある。 スペリオル湖の水が冷たいため遊泳には適さないが、夏に吹く湖からの風は周辺に涼しさをもたらしている。いずれのビーチもピクニックエリア、グリル、自動遊園を備え、ライフガードが常駐している。マッカーティーズ後部の南に隣接する岬には、アメリカ沿岸警備隊の灯台が建っている。このほか、マーケット市内には、ツーリストパーク、ファウンダーズランディング、 ラボンテパーク、マットソンロワーハーバーパーク、シラスパーク、ウィリアムズパーク、ハーローパーク、ポケットパーク、スプリングストリートパーク、ファザーマーケットパークなどの公園がある。これらの公園に加えて、マーケット市内にはいくつかのレクリエーション施設もある。スペリオルドームは、木造のドーム競技場としては、世界最大のものである。同競技場は、北見志願大学が所有しており、 同学のフットボールチームのホームの試合が行われる。また、同競技場では数々のイベントも取り行われ、周辺地域から観客を集めている。イベントはアイスホッケーの競技場であるレイクビューアリーナでも取り行われる。アリーナの屋外にあるスケートボードパークは夏の期間中開かれ、スケートボードを楽しむことができる。また、マーケット市内には自転車道や歩道が 張り巡らされている。自動車の通らないこれらの道は近年に延伸が進み、街を歩きやすい、住みやすい、コミュニティとして宣伝するのに一役買っている。プレスクアイルパークやフィットストリップにはクロスカントリースキーのコースがある。またツーリストパークはキャンプ場を備えている。マーケットはアッパー半島の文化の中心地でもあり、複数の博物館、美術館が立つ。 マーケット会寺博物館はスペリオルコガン、アメリカ沿岸警備隊の灯台の近くに建っている。夏の期間中だけ開いている。この博物館はマーケットにおける会寺の歴史など、会寺にまつわる展示物を展示している。同博物館からは歴史的なマーケットハーバー灯台のツアーの出発地ともなっている。バラガンアベニューにはアッパー半島子ども博物館が建っている。 同博物館は一年中開館しており、子供が展示物に触れ、楽しみながら学ぶことができる。博物館の外には、バニーブレッドのサインがかかっている。ダウンタウンのフロントストリートには、マーケット群歴史博物館がある。同博物館は一年中開館しており、マーケット群の歴史に関する、あらゆる展示物を展示している。館内には、図書館や土産物屋もある。 北ガン大学はデボス美術館という美術館を有している。また、オアシス現代美術ギャラリーもマーケットにおける美術作品展示の場として著名である。マーケットでは数々のイベントも取り行われる。毎年7月にはブルーグラス、ケージャン、ゴスペルなど全米各地の伝統音楽が演奏されるハイアワサ音楽祭がツーリストパークで取り行われる。全米の他都市同様、 マーケットでも7月4日の独立記念日は、盛大に祝われる。鉄山地帯から、スペリオル湖までを走るマウンテンバイクのレースも、自転車道が整備され、自転車の盛んなマーケットならではのイベントである。冬には、犬ぞりレースや、クロスカントリースキーの長距離レースも開かれる。また、フィンランド系の住民が多く、フィンランド文化の影響を強く受けている、アッパー半島の中心地らしく、 フィンランド伝統のスポーツである奥様運びの大会もマーケットで開かれる。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。基礎データ人、種別人口構生年齢別人口構成世帯と家族収入と家計マーケットは以下に都市と姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。